これは日本のものです。私台湾人もほとんどそう思う。それが台湾のものと言ってるというのは国民党の派が言ってるだけで誤解しないで。わかりました。絶対そんなことは私たち誤解が解けました。前々のところに参拝して、はい、天皇も参加してるというのは私たちはやっぱりおうどうも本当にご清聴ありがとうございます。はい、はい、東京都でね、はい、東京都で、はい、今いたのは石田屋さんだね。私たちで5回目ああ、そうそう、多いって、はい、それは都庁会議のあそう、私たちは今回はね、もっと大きな人数ですけど、ここは2日前に、はい、明治天皇陵伏見で参拝しまして、そして昨日は多摩の大正天皇と皇后様の天皇様だったりして、今日は初めてこんな暑い時にびっくりして、はい、終わりました、終わりました、終わりました、全然今してるよ。あ、そうですね、この一応渡しておきますか。イケメン一応寝ます。私一応寝ます。はい、はい、おいやいや、もう医師も、あ、そうですね、はい、今年もいいじゃん、一回残るんですか、ぜひ、はい、すいません。